名古屋市立砂田橋小学校は名古屋市東区にある公立小学校。砂小の愛称で呼ばれている。学区内に集合住宅が多数建設され人口の急増が見込まれたことから名古屋市立八田小学校の学区を分離する形で開校した。名古屋市東区の最も東の地域を学区とする公立小学校であり昭和50年代に 同地域の矢田川沿いに集合住宅群が建設され、人口が急増したことにより名古屋市立、矢田小学校の学区を分離する形で1979年4月に設立された。その後1984年10月に住居表示が実施されたことにより、砂田橋小学校の学区は、砂田橋1丁目から砂田橋5丁目までの地域となり、小学校名と学区の町名が完全に一致する。 形となっている。設立の経緯にもあるように、学区内には集合住宅が多く、在校児童の小学校への通学分断も、集合住宅の旨を単位として編成されていることが多い。名古屋市東区の八田川沿いの地域に八田川パークハウス、広行東団地などの集合住宅が建設されたことにより、従来名古屋市立八田小学校の学区であった。 同地域の人口急増が見込まれることから、1978年4月に、八田学区鍋屋上野方面小学校が作られることとなった。同年6月に、地元向け説明会開催、9月に起工式が行われ、10月には、公明が名古屋市立砂田橋小学校に決定した。工事の進捗状況が危ぶまれていた校舎も、 開校直前の1979年3月中に何とか観光し、4月3日には開校宣言式、4月4日には入学式、4月5日に始業式が行われ、明日ともに砂田橋小学校がスタートした。開校時の全校生徒は333人であった。期日にあたっては創立5周年記念し、砂田橋田を参照した。愛知県小中学校によると、 児童数の変遷は以下の通りである。教育目標として教育基本法の精神にのっとり、地域性を考えて進んで協力し合い、心身ともにたくましく実行力と責任感の強い児童の育成を目指す。としている。校訓としては、を掲げている。教育目標、校訓は、開校時の校長の学校がスタートした以上早々に、 これらを決める必要があるとの見解から、開校時の教諭人の話し合いにより、急ぎ決められた。校訓の設定は開校後1月以内の1979年4月26日とされている。期日にあたっては、開校30周年記念学校要欄を参照した。八田川沿いの集合住宅群愛知県道30号、関田名古屋線宮前橋場から、撮影、画面上部は、 ユトリートライン名古屋市東区2010年国勢調査によると、学区の面積は0.490平方キロメートル、世帯数は2835世帯、人口は6156人である。平方キロメートルあたりの人口密度は12563人と、東区内の旧小学校区においてトップである。学区内は、八田川沿いの集合住宅群を中心とした、 住宅地としての色彩が強い。集合住宅以外の住宅は、砂田橋5丁目内に見られる程度である。また、砂田橋2丁目には、名古屋中学校、高等学校、砂田橋4丁目には、連合、名古屋工場といった施設もあり、敷地面積は広いが、居住者はいないこれらの施設により、上記の人口密度の値が押し下げられているため、学区内の人口密度は、 実態としてはさらに高いものと考えられる。期日にあたっては、名古屋の町、町名別人口行政区別統計表を参照した。いずれも名古屋市立の小学校である。名古屋市では、公立学校選択制が導入されていないことから、砂田橋小学校を卒業した児童の公立、中学校進学先は、名古屋市立八田中学校となる。 名古屋の町名 P144 参照。砂田橋小学校のコーチは当時、東区の部屋上野町座土橋1527番地の旧であった。名古屋市側は当初は八田小学校分校としての設置を考えていたが、当時の八田小学校校長の独立校とすべきとの意見もあり、学区内在住であった区政協力委員長などの働きかけにより、 独立校となったと、創立5周年記念誌、砂田橋には記されている。開校後もプール、体育館などの設備の建設は引き続き行われた。プール完成は1979年6月30日。体育館完成は同8月31日であった。砂田橋小学校公式サイト記述より、創立5周年記念誌、砂田橋 P23 章。 東区における住居表示は昭和50年代にその大半が実施されている。砂田橋小学校区における住居表示実施は1984年10月である。東桜、山吹、東白平気、青井、筒井、朝日が丘、明林、八田、砂田橋の旧小学校区である。AB 八田中学校の開校は砂田橋小学校の八田小学校からの 分離特立と同じ1979年4月である。それ以前においては、原砂田橋小学校区在住の矢田小学校、卒業児童の進学先中学校は、名古屋市立桜川丘中学校であった。原砂田橋地区在住の小学校児童、中学校生徒にとっては、1979年4月において、通学事情が大幅に改善したこととなる。ありがとうございます。